はい、どうも始まりました。スタンドバイシネマチャンネルお疲れない子です。よろしくお願いします。はい、このチャンネルですね、新旧問わず幅広く映画に関することなら何でも関わっていこうという映画チャンネルでございまして、今回は、ね、新作映画5分レビューということでやっていきます。はい、これはその名の通り新作の映画を5分にギュッとまとめてね、その魅力を皆さんにお届けできればいいかなと思っておりまして、この動画の最後にはですね、僕の個人的な主観ですが採点などをつけさせてもらってますので、よかったらそこまで見ていただけるといいかなっていう感じでございます。はい、ということで来ました、今回の映画はこちらでございます。北野武監督の5年ぶりの最新作首。はい、来ましたね。楽しみにしてました。首でございます。これはですね、まあ、予告編からね、なんか戦国版アウトレージみたいな印象が強かったかなと思う作品なんでございますが、まあ、もちろんね、そういう部分もありました。ありましたけども、もっとちょっと違ったね、ちょっと安入な部分もいろいろ含まれている作品でございまして、まあ、その辺の映画の魅力をね、伝えていければいいかなってございます。はい、というわけでね、この首でございますが、まあね、たけしさんが秀吉やってて、加瀬亮さんがね、信長やってて、で、小林薫さんが、家康やってるみたいなね、登場キャラたちは濃い濃いし、北野組のね、メンツも出てますし、いろんなね、登場人物のキャラクターがとても立ってる作品なんでございますが、この映画ね、めちゃくちゃ評価が難しいっていうか、伝えるのが難しい作品でございまして、まずね、やっぱ一個言えるのが、手を叩いてね、全員がね、めちゃくちゃ面白かったっていう作品ではね、正直ございません。好き嫌いも分かれると思いますし、面白い部分もありますし、ちょっとね、うまくいってないような部分もありますし、なんでね、その辺のバランスがね、とてもね、悪い言い方をしたら、とてもどっちつかずな中途半端な作品とでも言えますし、いい言い方をしたら、そういうこと自体を狙った、いろいろなバランスが含まれた安入な作品でも言えると思います。はい。個人的にはですね、とてもね、楽しめました。もう2時間11分ぐらいなんですけども、もう本当にね、一回も飽きることなく集中して見れましたが、この北野武監督の笑いっていうかね、ちょっと悪ふざけ乗りみたいに乗れないと、これどうなんだろうみたいなとこもあるんですけども、それはね、ちょっと賛否両論あって叱るべき作品なのかなと思いました。はい。でね、この今回ね、強く描かれてるのが、まあ今で言うまあ BL 要素って言いますか、当時言ったらね、主導とかね、男色みたいなことなんでございますが、あとね、君主制みたいなね、ことを描かれてるんですけども、まあこの特にね、その BL 要素の男色部分なんですけども、これね、やっぱこのたけしさん自体は多分この笑いとして撮ってるんですけども、この、ね、現代社会と特にね、今に ね、照らし合わせてみたら、正直ね、観客はどっちの目線で見てるのかわからないとこもちょっとあって、ちょっとね、絶妙なバランスで描かれてるんですよ。で、そこがね、面白いところではあるんですけども、これ難しいのはね、当時で言ったらこの君主制とかね、その男色とかね、主導なんてことは当たり前にあったわけじゃないですか。なんですけども、現代の基準で見ると、それは笑いになっちゃってるっていうところなので、当時からしたら笑いじゃないわけじゃないですか。まあその辺のね、差を、たけしさんは見せて笑わせたいわけなんですよ。まあつまりね、この戦国時代なんて、現代の規範で見たらね、もう狂った喜劇でしかありませんよ。っていうことをたけしさんは描いてるわけで、そこをね、ちょっと乗り切れないと、どうなのかなって感想を持っちゃうのかなと思いました。はい。でね、今回面白かったところが、まあ、これは、ね、見た方はみんな思うところだと思うんですけども、完全にね、もうアドリブ的にね、緩く撮ってるシーンがいくつかあるんですよ。そこはね、ほんととにかくむちゃくちゃ面白くてね、逆にやっぱグッと惹かれちゃうっていうか、なのでね、そういう部分はもうちょっと作ってもよかったかなと思いますし、でも逆にこれぐらいのバランスだから引き立ったのかなって思いますし、まあその辺もね、すごい難しいバランスだと思って見てましたけど、まあ個人的には、ね、たけし監督のね、暴力描写、たけし監督の笑い描写っていうのはもうちょっと強くしちゃって、そこに振っちゃってもよかったのかなって思ったんですけども、これは難しいラインですね。個人的にはもうちょっとその暴力描写を見たかったし、笑い的な要素をもっと強くね、見たかったな。それは菊池郎の夏的なね、もっと笑い的なね、要素をもうちょっと入れても面白かったんじゃないのかなって思って、ちょっとね、消化不良な感じで見てました。とは言ってもね、映画ファンならずともね、北野たけし監督の最新作ということで、これはね、間違いなく見ては損ない一品でございます。まあ、ある意味そのね、ちょっとどう思っていいんだろうみたいなね、こういうなんかグレーな気持ちも含めて、まあそういうのを持って帰るまでがこの映画みたいなところだと思うので、今回のこの作品は特にね、一番最後のセリフ、にね、たけし監督がね、もう言いたかったことはギュッと詰まってると思う作品だと思うので、そこはぜひともね、注目してみてください。はい。まあ、それもやっぱね、たけし監督しかね、作れないような遮断の効いたオチだったんで、そこはお見事と思いました。はい。というわけで、この映画の採点でございますが、この首の映画、個人的な採点でございます。こちら。75点
まあこんな感じでございましょう。もう個人的にはね、とても好きな作品だったと思いますけども、もうちょっとね、振り切ってくれてるのを見たかったかなっていうところもありました。はい。というわけでね、またこうやっていろんな映画のレビューをしていこうと思いますので、よかったら高評価、チャンネル登録、どうぞよろしくお願いいたします。はい。というわけでありがとうございました。あ、ちなみにね、北野武監督の中で僕が一番好きな作品は、あの夏一番静かな海でございます。名作でございます。北野ブルー最高。ありがとうございました。